ね、喋れないんです、全然緊張したままって感じでね、おかしいな、なんかおかしいなと思って、そう、飲んでないんだ今日と思って、ちょっとね、ダメなんですよ。この後飲みますんで、この後飲んで、飲んだ後のゆうこ先生とトリキンもありますんでよろしくお願いします。じゃあ最後の2曲になりますんで、そうだ、そう、喋ってる場合じゃないのか、俺チューニングしなくちゃよね。危ねえ危ねえ。半音上げます。ドラムをよろしく。ちょっと喋っといて、喋っといて。ここ来る前に趣味の釣り具屋さんを求めて行ったんですよ。亀戸に。したらやってないの。びっくりしちゃった。以上です。終わっちゃったの？あ、でもこの後行きます。朝早くてやってなかったの？多分。近くでヘラブナ山もあったけど、ヘラブナ山ありますね。ヘラはちょっとやんないんじゃないですか。ルアですか。ルアです。会話をしてる。面白いですよ。何が面白いか言ってください。何が面白いか。虐待ですね。魚の虐待。釣っちゃ逃がし、釣っちゃ逃がし。同じの。殺すわけじゃないんだ。半殺しってやつ。一度こういうことやって、こう、ここ掴みたいですね。はい、口の中に指入れて。入れたいんだけど、やったことないんです。完了しました。OK ですか。じゃあね、はい。じゃあね、じゃあね。じゃあ行きます。
早かったね。ついていけなかったです。じゃあ最後の曲なんですけど、ありがたい、ありがたい言葉で、スナップスも去年も出て、もう2年になるのかな、そろそろなるかなって感じなんですけど、ずーっと同じ曲やってるんですよね。もうみんなもう耳についてるでしょ。もう不祥ですよ。え？不祥。そうね。またこれかよみたいな。で最後にまた最後の曲をまたこれかよって曲を最後にやって終わりにしたいと思うんですけど、ね、本当は今日ここで全曲ジュリーのつもりだったんですよ。ジュリーバンドにしようってことです。ジュリーやろうと思ったんだけど、やる時間がなかったんです。ということで最後1曲だけジュリーやって終わりにしたいと思いますんで、皆さん知ってる曲だと思いますので盛り上がってください。またまた続きますんで、よろしくお願いします。
次の番